この動画はいかなる人物、国家、民族、団体、その他コンテンツを貶める意図はありません。皆さんどうも、座長してエスコンセブンの通報版を買ったレンの2号です。皆さんどうも、2号のへそくりでプロジェクトニンバスを買ったレンの1号です。今回プレイするのはアーマードカー略して AC ですね。なおなお。いろんな方向に喧嘩売ってく、スタイルマギでシャレにならねえからやめろ。いや大丈夫だよ。いいんですか？リンク送っといたから。俺もロングレンジ部隊送っといたから。めっちゃキレてて草。気を取り直して今回プレイするのはクロスアウトというゲームです。ウイルスによって荒廃した世界で装甲車両を作って戦うゲームですね。今回はキャノン砲を手に入れるためのミッションに挑戦し、キャノン砲を手に入れようと思います。今このミッション一度もクリアしたことありません。5分くらい待ったから絶対勝ちたい。このゲームマッチングクッソ長いんですよね。面白いゲームなのになんでこんなに人がいないんだろう。長くやればダメな部分が見えてくるんでしょ。おっとそろそろ試合が始まるな。ってことで行くぞ。ラガーイッツスポッター。スポッター？この機体の名前あれ、なんつーネーミングセンスだよお前。もともとトリガーハッピーな機体を目指して作ったから、トリガーって名前にしようと思ったんだけど、スポーツコンバットの主人公の名前とか作ったから急遽スポッターに変更しました。いいピアかな。まあ名前の通りレーダーを使って敵をスポットするのが得意な車両だよ。スポットする前に味方が敵と戦っててくさ。まあスポットだけだ仕事がないし、ここらはるがるにして援護しよう。あ、それなんか突撃中に襲われてますね。突撃中はこのゲームによくいるからね。いい加減慣れたよ。よい、このみんなは突撃後はちゃんと下がろうね。おっと味方が敵に肉薄されてる。助けないと。半分くらい味方に当たってるじゃないですか。このゲーム FF ないから平気平気。平気だから。あ、ほい待てい。敵は自陣に誘い込もうとしていますよ。え、本当？実はマギが。それでキャラボール使えるか。何のこの下。が、ペレレレペレ、早く逃げないと。あのまま U ターンすればよかったと思うんすけど。まあ結果的に逃げれたしよけ。エンディングとつなくなったんですが、それは。おっと、あんなところに敵の芋を発見。へ、キャノン砲のための生贄になってもらうぜ。相手が芋と分かった瞬間これである。味方が言ったしもういいか。ここからはもうないですとね。あの後すぐに敵と打ち合ったよ。編集めんどくなったんですね、わかります。そうだよ。入れられたので見逃しました。誰も言うと思ったかい。お前人のものを。もう許さねえな。ここで敵の意を消したのか、こちらに突っ込んできました。おいおいおい、落ちろ。落ちたな。ということで、やったぜ。結果は2キル2アシストでチーム内順位は2位、ボール2ですね。勝ったらいいけど、キャノン砲がなくて無線機が当たっちゃったから。もう一度やりたいぜ。やめたらこの仕事。チクセル、全然クリアできないぞ。お前が途中他のゲームをやってるところを俺に見せたのを俺は見たぞ。ちなみにあのミッションはさっきクリアした後めっちゃ調子良くなって死亡シーン集を作れなかったので、ストーリーモードで自爆したのを使いました。おい、それを言うな。なおキャノン砲は手に入らなかったのよ。だから私にいい考えがある。取れないのなら、作ってしまえばいいのです。いや、そんなにすごいことやってるか。まあそんなことはさておき、早速乗せるか。スポッターにガン乗せしたら性能が微妙だったので新しく作り直します。お前一から作るの初めてだよな。そうだよ。まあこの手のゲームは結構得意だから見とけよ見とけよ。フレームくらいは残した方がいいんじゃないですか。あ、そうか。もう嫌な予感しかしない。
なにこれ。キャノン砲の価格を考えたらこんな形になりました。どこから突っ込んでいいか。お前の突っ込みもひどすぎて、どこから突っ込んでいいか。横から見るとこんな感じです。とりあえず行きますか。ちなみにこいつの名前はアーチャーです。アーチャー。あのさ、めっちゃ通信バランス悪そう。通信が前よりだからか結構不安定だね。まあそのおかげで結構曲がるんだけどね。変数かな？てかなんでこんな見た目になったんですか？キャノン砲の射角が思ったよりも狭かったから NDK 対策のためにできるだけ機銃の射角を広くする設定にしたらこうなったよ。もっとマシな設定にできなかったのか？引っ張るしたか。スラトリが来たので対処します。逆に返り討ちになりそう。バカめ、対 NDK 用の機銃を食らえ。全然効いてないようですが。こちら。さあ、ごみダメです。カンプなきまでにズルボッコにされててくさ。うんこいつゴミだわ。まさにうんこですね。2号のように。はあ、作ったことないやつがうんこっていうのはおかしいと思うんすけど。いや、作ったことなくてもこれがゴミだってことくらいわかるわ。いやー、ほならね、自分が作ってみろって話でしょ。私はそう言いたいんだけどね。そうだな、いや、お言葉に甘えて。え、マジで作んの？てかフレームくらい残しとけよ。まあ作ってる人が同じですからね。おー、めたいめたい。見た目は結構まともだな。まあな。でも性能はどうかな。自分は対 NDK 運用を諦めてキャノン砲のレートを補う配置にしました。てか位置的にグレードいらなくね。あう、確かに。ってことで戦闘開始。でもが口ないかな。ちょっと黙ろうか。おっそうだな。ちなみにこいつの名前はオセンターです。ネーミングセンスアフ。しょうがないでしょ、だって名前つけたやつ同じだもの。はいはい、俺が悪かったからこの話はやめようね。おっそうだな。初動は陣地にいる敵を狙撃しますか。キャノン砲は射角が狭いのでできるだけ距離を取って戦いましょう。あと弾数に限りがあるので撃ちすぎないように気をつけましょう。弾切れになると戦闘力が激減しますからね。おお、なんか実況してる。実況動画だから当たり前なんだよな。よし、じゃあ撃ち込んでやるぜ。ダメージがしょっぱいな。タビンに直撃させて、ほらほら近づいて撃てばタビンに当たるやろ。この猛禽。我が名はカール・アウグストナイトハルト。行くぞ。カーンが入ってないやん。どうしてくれんのこれ。そうだよ。いや、お前に言ってるんだよな。そっそうだな。そんなことよりこの武器ダメージのズレ、あがでかすぎませんかね。まあ、ここに来たら前についてるこのマシンガンのズレ、あら結構でかいぞ。ダメージの基準ってどんな感じなんですかね。米とかで教えてーのゆいこ。あ、これさあ、自身を妨害してるんですかね。これは敵の見方向に車体を抜けさせるためにあえてこうさせたんだよ。動きがひどすぎる。まあそんなことより敵はあと1秒ですね。おっそうだな。お、すごいダメージ入った。最後の一発決定やるよ。ほら、やったぜ。どうだ、悔しいけど言いませんが、結果はこちらの通り、1キル2アシストで運はゴンですね。では今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。デカ兵器解説動画を作る話はどうなったんですか。とりあえず紹介する兵器は決まったよ。ってことはまだ作ってないんですか。あ、いや、まあそうなるね。こんな動画作ってる暇あったら紹介する兵器について調べろよ。